ソニーニュースワークステーション 2X6803025MHz 1280X1024256 色カラーディスプレイニュースとは1980年代後半から1990年代前半にかけてソニーが開発発売したユニックスワークステーションシリーズ正面扉を開けた状態のニュースニュースの背面デジタルオーディオで活躍していた ドイトシタダを中心に、社内ベンチャーの形で開発され、1987年に最初のモデルが発売された。当初のモデルは16から 25MHz で動作する68,020か68,030を2機を搭載していたが、後に MIPS R3000 や R4000 にシフトしていった。 最初のシリーズは日本で1987年1月に発売された NWS-800 シリーズで個人のデスクトップで動作するバックスシリーズというコンセプトだった。プロトタイプのフロントパネルにシグマステーションのロゴが入っているがニュース自体はシグマプロジェクトとは一切無関係である。680X 例モデルとミッ p スモデルはほぼ同じケースを使用し、 その大きな正面扉の中には、フロッピーディスクドライブ、スカジーテープドライブ、CD ロムドライブなどを増設できる5.25インチ、拡張米が格納されていた。両車の外観には、若干の違いがあり、680X 例モデルでは2つの、窓が、MIPS モデルでは1つの大きな窓があった。正面扉内には、リセットボタンと起動パラメータを設定するための、 ディップスイッチもあった。背面には3つの拡張スロットがあり、通常、その1つにビデオカードが刺さっていた。その下にスカジーイーサネットシリアル、パラレルキーボードの各コネクタがあった。オペレーティングシステムは、当初のバージョンは BSD ベース、1993年リリースのバージョン6以降はシステム V ベースであった。ありがとうございます。